乗車ありがとうございます。この電車は北信濃線普通列車。ありがとうございました。北長野、北長野です。というわけで動画の途中からガラリと方向を変え、いつもの解説をしていきます。先ほどの A3 編成の裏に白いお顔の車両がいたのですが、おそらくこちらが OM3 編成。185系の定期運用が終わるダイヤ改正を前に廃車解体を目的とした疎開と言われている回送でここ、長野まで自走してやってきました。OM 編成は200番台で東北線系統で使用されていたもので、651系に置き換えられる前は特急草津や赤城で7両編成として活躍。置き換え後も稼働用としてグリーン車を廃車し、6両で活躍している編成もあります。グリーン車がないことから臨時快速の充当が多かった気がします。運用も特になかったからか、検査が切れる前に長野に急いで送った感じがします。ここで今回の動画で一番重要な点に移ります。東大宮から長野まで自走してきた OM3 編成。それに対して今回改装された185系A3 編成は機関車兼任。一体何の差なのだろうか。それには中央線のトンネルが関係してきます。有名な話で何度か取り上げたことがある気がしますが、中央線には古くから使われている行商トンネルがあります。中央線で走行する車両はもちろん通過できるように作ってありますが、普段走らない車両は対応していないことも多くあり、その場合は終電装置を撤去した後、機関車兼任で長野へと送られます。そのまま解体の場合は終電装置は二度と取り付けられることなく鉄くずになっていきます。今回の185系は珍しいケースで、中央線の行商トンネルに対応した編成と対応していない編成があります。これはパンタグラフが編成によって異なるからで、今回の OM3 編成は185系唯一のシングルアームパンタへと交換されているので、自走で中央線を通れる車両です。というわけで車体自体にはもちろん問題はなく通過できるので、パンタグラフを対応したものに変えれば通過できるということになります。185系には A 編成 B 編成 C 編成 OM 編成がいます。その中で対応している編成は OM3 編成、 A6 編成、 B 編成すべてとなっています。なので B 編成や A6 編成はおそらく自走にて改装されると思われます。ちなみに数年前の B 編成が数本廃車した時は自走だった